よおはよう。タワー。リッチャーさん、好きタワーありがとうございます。めでたいさん、1500日タワーありがとうございます。朝早くからタワー。みきやくん大好き、ありがとうございます。眠いよね。眠い、わかる。おはようございます。1500日、そうなのです。1500日おめでとうございます。やっぱ 50G だね。1500おめ、イエーイ。私の合ってた、私合ってた。イコールさん、ありがとうございます。イベント最終日&毎日配信1500日の日です。ゴーエーさん、ありがとうございます。エンジョーさん、ありがとうございます。くまぽんさん、よくさん、ありがとうございます。プレジョンさん、ありがとうございます。1500日おめ。ヤスルパンさん、ありがとうございます。エンジョーさん、ありがとうございます。チョコ、チョコもチャレンジからもらえるんですけど、明日はもうあのイベント終わってるから10個貯めるって思わずに5個でも投げてください。チャレンジからもらったチョコ。おはよう。チャレンジじゃないわ、ミッションだ。ミッション、ミッション。おはようございます。イズチャさん、ありがとうございます。エドウィンさん、レインボースター、ありがとうございます。服部さん、1500日おめ、ありがとうございます。おはよう。おはよう。お、めでたいさん、ありがとうございます。ヤスルバンさんも、ありがとうございます。マサヤンさん、ありがとうございます。チョコ。ヤスベイさん、1500日おめ、ありがとうございます。おはよう。7時半、みんな準備してるのかな、お仕事の。おはよう。やっぱ背景がちゃんとお祝い背景になってる。これこれ、でも華やかでいいですね。昨日の。なんかめでたい感じがする。華やかで。
朝配信助かる。7時にやることなかなかない。7時半。おはよう。超お腹すいた。おはようございます。おはよう。普通に起きてる。私はこの時間配信しないからさ、いつも7時半珍しいんですよ。私がね。ネオさん1500日多めありがとうございます。ゆずりえさん1500日多めありがとうございます。何時を聞いて。今日は7時です。プレジョンさんチョコありがとうございます。11日を何時集合ですかって。え、まだわかんないよ。前日にならないと。私前日にならないとわかんない。プレジョンさんありがとうございます。起きて何かしましたか。髪の毛をヘアアイロンしたのとコーヒーを入れたぐらいです。7時に起きて、7時に目覚まし止めて、二度寝して、7時10分にベッド降りて、 10分15分ぐらいに降りれば間に合うみたいな。5分あれば支度できるから。私はそんな感じ。7時に1回寝坊怖いから、7時に1回目覚ましで起きて、でも7時に起きたら早すぎるから、もう1回寝て、次5分ぐらいに起きて、あと5分で10分に、最悪15にベッド降りればいいみたいな、そう感じです。15分前に。3度寝ぐらいしますよ、目覚まし止めてから。怖いからもう早めに入れとく派なんですよ。絶対起きなきゃいけない時間に1個じゃなくて、その数分前から入れてて、こまめに起きる。朝早めに入れて起きて、ね、6時半に起きれば間に合うとかやっても、6時ぐらいから入れて、そっから小刻みに起きてみたいな、どんどん気持ちを起きる方向に向かえさすんです。あと5分あと5分。ゆずりえさんチョコありがとうございます、ね、6時半に一発目覚ましで、ね、起きてベッド出るっていうのはしない。早めから入れるタイプ。おはよう。配信終わった後もう一回寝ますかって。寝れるかな、どうだろう。8時10分でしょ。あ、ね、結構あるか。今日もレッスンがあるから。おはよう。1回目で起きる、すごい。でも怖くない？1回のその起きない時間に1回しか入れんかったら、なんか怖い。もう本当に何回も入れる。30分前ぐらいから5分おきに。
6時5分。おはようツイートは8時違う7時40から入れてます。40、45、50、57、59、8時だから基本は寝坊しない。レッスン遅れないですよ、全然平気平気。3時間ぐらいしかないのでレッスンは隙間にあります。2と3の正義さん、クッキーありがとうございます。まあ起きれる時は起きれるけどね。でも朝得意ですよ。起きて10分15分後に配信して、このねこの元気さなんで朝は超得意です。もうベッド出たら完璧に眠いみたいに、だなこ寝るはずないので起きれます。おはよう。1500日おめでとう、ありがとうございます。1500日、では仕事してくる、バイバイって。ありがとうございました。タワーもまた来てね、頑張ってお仕事。あ、ペッホゲナさん、タワーありがとうございます。嬉しい、かわいい。タワー、そのタワーあんまもらったことない。ありがとうございます。おはようございますね。めっちゃハート。あと2分、あと2分って何？豚松さん、タワーありがとうございます。今日もありがとうございます。あ、そういうことか、15分までか。びっくりした、何があるんだ、終わり時間かと。豚松さんありがとうございます。ありがとうございます。今日はちゃんと見えてます。あの昨日もあの後更新して、あの終わった後、終わった後ねコメント残るんですけど、無事見えましたのでちゃんと反映されてたポイント、ありがとうございます。バリバリ見えてますよ。なんかのバグね、たまたま、ね、ファンの人のスマホにもないって言ってたから、なんかバグがあったんだろうね。バグ。おはよう。ね、パワーつけるの。この時間久しぶりに起きました。マジ？おはー、おはよう。あ、1500日テロップ出た、イエーイ。みきやくんありがとうございます。青木地さんありがとうございます。マッツさんありがとうございます。キリがいい。1500
た。1500日おめありがとうございますね。記念日ですよ。超キリいいじゃん。数字1000、2000の次にキリいいので1500は。プレジョンさんありがとうございます。ありがとうございます。1500日、ありがとうございます。 MM さんおめありがとうございます。プレジョンさんありがとうございます。よきよきってね。3ヶ月ちょいに1回記念日か。100単位だから3ヶ月ちょいに1回だから1年で4回ぐらいしか記念日ない。シーキッチさん1500日おめありがとうございます。もろみさん、おさぴーさんありがとうございます。ん1年に3、4回。え、でもそう考えたら少なくない？記念日100単位しか来ないからさ、1年で3、4ぐらい。31周年があるから、まあ4、5周年とかあるのでそれ合わせてよ。記念品配信？記念配信じゃなくて記念品？記念品需要。安部さんありがとうございます。文吾さんもチョコありがとうございます。ね、1年で4回しかない記念日。たまちゃんクッキーありがとうございます。おはー、記念配信今日しか背景これじゃないから、でもまあ記念配信っぽいっちゃっぽいですよ。丸さんとか安ルパンさんクッキーありがとうございます。おはよう。ハートありがとうございます。プロフィールもスクショしました。ミキヤくん猫ありがとうございます。おもげんさんありがとうございます。もやしものさんありがとうございます。あ、肉の日、本当だ、本当の肉の日じゃん。本当の肉の日2と9。おはよう。毎月肉の日あるけど、それはでも29だから
本当の肉の日、金曜日。おはよう。スコッチさん、クッキーありがとうございます。本当だ、肉肉の日。確かに今年は肉の日、今月か。美味しいお肉食べたい。来週バレンタイン。そうよ、そうだよ。お、バレンタイン達成まで20万切りました。すごい。あ、そっか、ウルウドシじゃなかったら2月29はない。あ、でも肉肉じゃないな、ニンニクだな。何かやるのって何何。なんか肉の日って言ったら、私はあのいきなりステーキに行く派なんですよ。肉の日はハンバーグなんですけどね。ハンバーグ作る時間ないよ今日は。あ、ニンニクの日に、ニンニクの日。おはよう。朝日さん、ハートありがとうございます。焼肉ライク行ったことないよ。朝起きたらお腹が空きますね。今からハンバーグ食べれるもん。ハンバーグ食べたい。今からハンバーグ食べれる。ね。今から何グラムのバーグいけますか。300。ねえ、お腹空いたけど。だって300だよね、普通は。150だったっけ、300だっけ、200だったっけ。300だっけ、なんか300を食べてるなんか気がする。行ってきます。行ってらっしゃい。そうだね、もうすぐ8時だから。お仕事行ってらっしゃい。金曜日ですよ。金曜日頑張ろう。
レッスン終わってから食べる、前に食べる、前かな、前にちょっとだけ食べる。でも2と3の間はご飯食べる時間ないから、あ、違う違う、レッスン後、3の後に食べる、8時は。レッスン終わったらもう全力でカラオケボックスに向かうけど、もしかしたら5分遅れるかも。押したら、まあ押しても5分10分だけど。おはよう。何もなくスムーズに行ければ6時半は行けますけど。前髪のセット大変じゃないよ。おはよう。いいな。カラオケで肉、カラオケは夜、夕方だよ。18時半からです。朝からじゃないです。おはよう。スコッチさん、チョコありがとうございます。多少の時間は見れそう、ありがとうございます。時間を、はよー。そう、朝からじゃないよ、今からじゃないよ。あと10分ぐらい。ゆりさん、猫ありがとうございます。おはよう。一日中配信見れます。今日は3回なんでね。次は12時です、お昼。アンネイさん、1500日多めありがとうございます。おはよう。お疲れ様です。おはよう。STU の2期生は理科だけだよって。本当ですか？どこで時間見てるの？な、目の前にある時計と、あと電波時計下の。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。二期生は各期に押し寄るタイプやな、その言い方は。そう、昼は何か着る予定です。何着ようかな。うん、美味しそう。でも冷めたホットコーヒーです。冷めちゃった。まあ配信始まって30分経ってるから冷めちゃった。冷めたホットコーヒー。
やとさん、タコ、ありがとうございます。曲名みたいでしょうね。いいワードだとは思う。冷めたホットコーヒー、おはようございます。コーラ炭酸か。おはよう。寒い？寒い？おはようございます。足が筋肉痛だ。そう、昨日ね9時から0時半ぐらいまでずっとここに座りっぱで、その4時間5時間ここにずっとおりっぱで、立ち上がった時超足痛くて、あの丸3と丸4の間どこ動かんかったんですよ。うさぎのままこっから一歩もずっと足を折りたたんでるからさ、配信の合間もやし、配信の休憩時間も動かんくて、こっからあのうさぎで自撮りしてたり、うさぎ自撮りしてメール送ったりしてたら、5時間ぐらい気づいたらこっから一歩も動いてなくて、足たたんだままその5時間そう1時ぐらいにまでおったっけな、4時間とかか、4時間ぶりに、いや5時間ぐらいか、配信前からおるけど、立ったら足が痛すぎてびっくりした。痛ー、それの筋肉痛もあるんか。ね、くまさん、クッキーありがとうございます。床だからね、足伸ばせんけんさ、足を畳んだままいたらしびれるね。レッスンの影響ではないと思う。日々ウォーキングといろいろやってたから。エコノミークラス症候群、なんか聞いたことある。ブルさん、クッキーありがとうございますね。休憩時間経たなきゃって思いました。ずっとずっといたらここに足が痛くなる。おはよう。Z1 さん、ハートありがとうございます。おはよう。あと5分です。あと5分。おはよう。お疲れ様。そろそろ仕事行かなきゃ。行ってらっしゃい。ね、8時5分ですよ皆さん。のんびりしてたら、ね、のんびりしてたら大変です。8時5分です。8時5分。8時5分。おはよう。キラキラ置いていきます。ありがとうございます。メロンパンさん、1500日おめありがとうございます。
そうよ、まったりしてたらね、やばい8時過ぎてるってなっちゃうから。8時6分、今日ものんびり自宅警備か。目覚ましテレビから目覚まし8時。そう思ったら目覚ましテレビとか定期的に時間寄ってくれるのありがたいね。準備しながらね。6時53分。猫は猫で猫さんチョコありがとうございます。安兵衛さんクッキーありがとうございます。アッキーさん1500日おめありがとうございます。個室、大変だ。個室が痛くて会社休みますって。いろんなメンバーの最終日配信を見るんじゃないのかって。ミキヤくんクッキーありがとうございます。キャンパーさん1500日おめありがとうございます。ほらほら冗談ですよ、いつも言ってるじゃん、腹痛で帰りますみたいな、公園に行くために。おはよう、いつも言ってるからさ。おはよう。今回6人やば、研究生もやもんね。でもそんな少ないのか。正規メンバー9人、研究生10何人出てるもんね。20人ぐらい。安兵衛さんにしては少ない普通の人にしたら多いけど、20分の6ならまだ絞れてるいや、あと2分。あと2分です。いや、これ以上は勘弁してください。増やさなければいいんですよ、絞ったらいいんですよ。あと2枠、そう今日あと2枠です。よろしくお願いします。12時と18時半です。あと1分。じゃあ男女読みますか。13位 MM さん、12位エドウィンさん、11位ウドムさん、10位炎上さん、9位ゆずりえさん、8位やすべえさん、7位プレジョンさん、6位やするぱんさん、5位みきやくん、4位ぶたまつさん、3位べほげなさん、2位りちゃさん、1位めでたいさん。ありがとうございました。朝からありがとうございました。次は12時お昼です。タワーもくださった方本当にありがとうございます。また次待っておりますので、12時。 NRR さんクッキーありがとうございます。お、なった10分。ではまた次、またね、ありがとうございました。